上の人を2本ザベリして、2本ザベリして足と、これで2ポイント入るんですね。2ポイント入った後に相手がこう膝を押してきて逃げようとした時にここに隙間ができます。そこに肘まで入れちゃいます。肘まで入れてしまったら左手で前に体重をかけます。前に体重をかけることによってここにも圧力、膝にも圧力がかかって大体動けなくなります。それでこの足は軽くなります。前に体重をかけることによってこの足は軽くなるので、この足をここの脇の下に入れたいです。この脇の下に入れていきます。さらば相手の手首でこのまま腕順にします。この時腰を突き出してあげると決まってきます。または肩とこの太ももをグッと締めて先端の方を持つと決まってきます。大丈夫ですか？1回で大丈夫ですか？やってみましょうか。はい。じゃあ見たもの見てくれた。先を食べる。こっち足伸ばしますね。押してきたところに右手を入れてきます。左足軽くしてこの脇の下、この手で引き上げながらここ、はい、ここに入れてきます。そうです。手首をつく先端部分をつかんで親指上 で、 そうです。またもうちょっとします。はい、1回いきます。両腕もしっかり帯のラインに身をダベリーもうちょっと上ですね。ここに帯に入れちゃいます。足を上げます。ではこの手で相手が押してきてくれるので、この隙間に右手を入れて肘まで全部入れちゃいます。体重前目の前に体重そしたら左足が軽くなるので、その足をここの今持ち上げたところに入れてください。そうです。そのまま座って練習して